ポーツ沖縄大城です。今回のアストレは体幹になります。で体幹なんですけども、アスリートなので単純に体幹をやるではなくて、この股関節周りの刺激を入れることで体幹の刺激をさらにアップしていくというエクササイズをご紹介します。で基本姿勢はサイドブリッジと一緒です。サイドブリッジというのはこの状態ですね。ここからグッとお尻を上げて体幹をコントロールするというエクササイズなんですけども、そこにプラスするのが上の足も上げてしまいます。この状態ですね。この状態で後ろの軸足ですね、ここの軸足側の後ろつま先はつかないようにしてください。要は何かというと、この状態でこっちの足はつかない、上げてるときにこうつかないで、膝と肘の2点を軸に支えるようにしてください。でこれがどうしても難しいっていうアスリートの皆さんはもちろんつま先をつけても OK で、そうすると肘と膝とつま先の3点になるので少し強度が下がります。でこれができてきたらプログレッションって言って強度を上げて2点にしていきましょう。でこれ自体実際何をしているかというと、こう上げることで重力っていうのは上からかかるので、それに対してこう落ちないようにここの横っ腹ですね、横の腹筋をグッと使って体をコントロールしていることと、あとはこう上げることでこっちのお尻ですよの刺激で、軸足もこう踏ん張ることでお尻の刺激では両方出てきます。なのでここの延直方向っていって縦方向の重力に対して体幹が崩れないということが一つポイントになります。でそこからさらに今回は2つ目プラスします。何かというと、延直方向グッとこの状態に対して刺激を入れるのと、こっからさらに足を前に出すことで、要は重心が前に移動しますよね。なんでこう体が倒れやすくなります。なんで回転力ですね、ローテーションの負荷がかかってくるので、2つの外部からの刺激に対して体幹をコントロールする必要が出てきます。なんでこの縦方向と回転方向、こう見ると分かりやすいと思います。この状態に対して足を前に出すと重心が前に行くので、そこからゴロンと倒れやすくなります。なのでそこを負けないようにしっかりとコントロールするということで、体幹周りにいい刺激が入ります。実際にやっていきましょう。肘と膝をついてしっかり体幹を上げます。でこの状態から1上げるときは素早く上に、3早く上げてゆっくりから足、これ上の足もちろんなんですけども、結構軸足のお尻効いてきます。で反対側もいきますね。コントロールして足を上げて体幹をコントロール、で体が倒れてこないように、ここから感じです。これ本当にメリハリ持って丁寧にやってくると、お尻周り非常にいいトレーニングになります。なのでアスリートっていうのは非常に大事なポイントっていうのは、ただエクササイズをやるではなくて、これをやることで競技に対してどうつながっていくのかなっていうのを常に考えることですね。これがめちゃくちゃ大事になります。でやはり成功しているアスリートっていうのはスマートです。スマートなので、日頃のトレーニングからですね、どういう形で自分はこれをつなげていく、最終ゴールはどこを目指して、それに対して今はどの段階でそのためにこれを入れてるんだっていう
一つのプランニングですねができていると非常に一つ一つのトレーニングが有意義になってくると思います。でこれ自体はこのセット数回数を増やすことでトレーニングになります。ただこのきつくない範囲で例えばセット数と数をギュッとコンパクトに少なくすることで通常のウォーミングアップのエクササイズとしても取り入れられるのでぜひいろいろアレンジしながらやってみてください。ということで今日のアストレは以上になります。ぜひ皆さんシェアチャンネル登録よろしくお願いします。そしてアストレというキーワードを世の中に広めていけたらと思います。ありがとうございました。